ただいまはい皆さんこんにちは東国割です今日はですねちょっと顔がおかしくないですかこれ絆創膏を貼ってるんですね一昨日ですねあのシミをですねレーザー照射ですねシミピシピシピシシミを消すんですけどそれを始めてちょっとやってみたんですよで今絆創膏を貼ってますねこれ2週間ぐらい腹寝かならしいですよ あ別にね、もう顔全体がシミみたいなもんですからね、まあまあ、どうでもいいんでしょうけど、なんかね、やっぱね、日直射日光ずっと当たってて、まあこれもまあまあ、去年の検知選だけじゃなくてですね、それがまあ積もり積もって、まあ加齢、高齢化とともにシミになっていくんですね。まあそれは当然そうなんですけども、まあそれがですね、あの、皮膚癌とかそういったものもですね、懸念されるということで,ですね、ちょっとシミを取ってみたんですよ。あ まあ心のしみも取りたいですね、うん、心のしみも。<laughs> <music> ということで、今日はですね本当に笑ってる場合じゃないですよ、本当に、まあ、とんでもない事件が起きました、もうこのですね、宮西新聞等々もです、ね、全紙がです、ね、当然、うん、ですけどもあ、一面でですね取り上げています。 もうちょっとですね、あの、日本全国ですね、あるいはもう政治行政の世界へ進化、だとしましたですね。こんなのがですね、まあ、去年7月ですね、元安倍総理がですね、まあ、ああいう悲劇になりましてですね、まあ、そういう事件に告示した事件が1年間、まだ1年、 え、足してない時期にですね、起きるのか、というのがですね、ぼんびっくりしましたですね。あの、ま、木村容疑者ですね、えー、まあ、威力業務妨害ということで、現行犯逮捕をされました。 また今後ですねあの取り調べを受けてまあ容疑が固まり、まあ、爆発物の製造だとかですね所持だとかあるいはもしかしたら、えー、殺人未遂なんかを視野に入れて今捜査をされているんじゃないかなと思っておりますね。 でどうもですね、去年のあの安倍首相の襲撃事件、あの山上被告ですね、まあそういったものをちょっと参考にしたんじゃないかというですね、報道もありますね。で、やっぱああいうことがあると、やっぱ模倣犯とかですね、えー、それに準ずるような犯罪がですね、起きてくるというのが、まあ犯罪全体の心理学の中では、まあ、通説になってるんですけどね。 去年のですね、山上被告の事件をですね、一部の人間が英雄司祭しているというようなですね、例えば、激励の手紙が、 送られたりですね、あるいは差し入れとかですね、あるいは寄付金だとかそういったものが送られているという事実を報道するということはですね、なんかですね、そういう行動を来産したっていうですね、えー、英雄死している、ヒーロー死しているっていうことにもなりかねないですね。報道はやっぱり注意せねえかんですね、もうこんなことはですね、何があっても、どんな理由があっても許されることではありません。民主主義ですね、に対する暴挙です。あのー、 言論の自由というものを暴力によって封じるというのは、このあってはならないことですね。えー、まあ、でもですね、まあ、私も経験してますけど、街頭演説だとか、あの有権者との触れ合いですね。特に僕はもうその触れ合いを重要視する方なので。 SNS、インターネットを使ったあの選挙運動、あるいは政治活動というのも重要なんですが、やっぱりですね、えー、まあ、あの、有権者の方とですね、まあ、会話したり、握手したり、グータチしたりですね、ハグしたりっていうのはですね、一つやっぱ、あの、政治運動、政治活動としてはですね、重要な要素なんですね。 ですから、まあ、これをですね、街頭演説をしているところにですね、まあ、そういうですね、危険物が投げ込まれたり、あるいは銃で撃たれたりとですね、僕も去年ですね、あの、県知事の時に、県知事選の時にですね、あの、ま、全県館を回ってて、まあ、やっぱ安倍さんのあの事件があったもんですから、いろいろやっぱ気にするんですよ。こう、話をしながら、演説をしながら、なんか怪しい人間がいないかな、 危険人物がいないかな、みたいな感じですね。もうそうするとですね、もう疑ってしまうんですね。そして一縮してしまうんですよ、候補者が。んで、話のですね、演説にですね、ちょっと躊躇したりですね、こういうこと言っちゃいけないんじゃないかとかですね、もうちょっとこう周りを見てると、なんか、あのー、なんか散漫になったりですね、するんですよ。集中できなかったりなんかするんですね。 で、なんかこう、喋っててですね、演説をしてて、聴衆の皆さん、あるいは有権者の皆さんをですね、疑って演説をすると、これはもう失礼だしですね、伝わらんのですよ。んで、注意三漫になって集中できないっていうですね、まあ、そういうのもある。ただですね、こういう事件が起きて、その演説を今後中止にしていく、やめていくっていうのもまた、テロに屈したという、 話になりますからね。これはどうなのかと。でもまあ、その屋外である演説会のですね、一人一人をですね、あの、何ですかね、金属探知機だとか、あの、所持品のですね、持ち物検査だとか、そういうのもですね、大きくなれば大きくなるほど、ああ、ちょっと非現実的で。屋外だったらビルなんかもありますわ、都市部だったら、そこからスナイパーで狙われるっていう可能性もありますからね。これやっぱね、敬語にはですね、 やっぱり限界があるんですね。まあその辺をどうするのかというですね、というのが今後の議論の対象ですね。アメリカは大体ですね、まあ要人の,あの演説というのは大体室内ですね。室内で行われて、室内に入ってこられる方たちを金属探知機等々で持ち物検査ですね、所持品の検査をするという,いうことをされてますけども、そうなるのかなそういうふうに日本もなって行かざるを得ないのかなというね、感じもするんですけど、やっぱ寂しいですわ。有権者とやっぱ触れ合ってですね、 あそしてまたこの熱気とかですね雰囲気だとかですね熱量だとかそういったものをやっぱこう分かち合うっていうのがやっぱ選挙の醍醐味だったりもするもんですからね警察当局の方はですね去年のあの安倍元首相のですね事件があってから非常に警護を厳しくしたんですね都道府県があ警護計画を出してそれを警察庁がチェックしてでそしてまたあ厳重にするというですね そういう体制をとっていたにもかかわらずこういうことが起きたっていうのはやっぱ検証が必要ですよね。本当に敬語計画あるいは警護の体制というのは万全だったのかというのですね。まあそれはあー、で、今後の警護体制ですよね。そういったものもやっぱあーきちっとやらないといけないということでしょう。また時期がですね、サミットがですね、全国で行われておりますは、あの、まあこちらの宮城新聞にも公開でありますけど、 全国16カ所でもうサミットのですね、各大臣級のですね、あの、会合が開かれるあ。あの、宮崎は4月の22、23、農商会議で農水大臣ですね、の会合ですわ。で、数日、まあ、昨日、おとといですかね、あの、長野県で外相会合ですね、外務大臣会合が長野の軽井沢で行われてましたね。え、まあ、これからですね、で、また、あのー、広島サミットが5月の19日から21日ですよ。 もうこういうのですね。こういうので、もし物事があったら、国際的に信頼を失墜させてしまうんですよね。まあ、日本はちょっと、緩いんじゃないの警護体制、要人警護が緩いんじゃないのみたいなですね。そういう国際的な批判とかですね。信用を失墜するということであります。現時点で報道ベースですけども、この、木村容疑者は、何か政治に不満があった えー、参議院議員選挙に出ようとしたんだが、あの、年齢制限があって、それは、あ憲法に違反するんじゃないの。えー、ということで、えー、去年なんか、あの、国を相手に取って訴訟してるみたいですね。まあ、そういうことで、政治に対する、政治に対する、えー、その不平不満がですね、こういう形で、でたまったもんじゃないですよ。政治、行政に不満を持っている方たちは、日本中にそこら中にいらっしゃる。 もうそれでですねこういう言論封鎖みたいな暴力で言論封鎖みたいなことを許してしまうとこれはですねもう示しがつかんというか取り返しがつかないというかこだったら社会が混乱しますからねですからもうこれきちっとですねこの容疑者の,うん、まああの動機だとかですねそういったものを背景とかそういったものをきちっと捜査して。 もううににすという形にしてねからですねそしてまた敬語の在り方敬語の在り方というのも今後そしてまた政治家の演説のやり方、まあ、こういう演説で、まあ、表でですね不特定多数の方たちに向かってやって、えー、いいのかどうかこれも実を言うと去年ですねあの県知事選の時に僕のマンションの前ですね早朝だったんですけど早朝マンションを出ようと思ってドアを開けたらですねそこにね鳩が死んでましたわ。 まあ明らかに殺された鳩でしたが置いてありました。僕はもうどうしようかなと思ったんですけども、急いでいましたもんですから、まあそのし早朝5時とか5時半ぐらいだったもんですから、あのー、管理人さんも来てらっしゃらなかったもんですから、もうそのままですね、もう警察に通報しようかなと思ったんですけども、もうろんやめて出たんですよ。で、帰ってきて、まだその鳩の死骸があったら、 あったらあ、警察に通報しようかなと思ったら、えー、帰ってきたら、えー、片付けてありました。おそらく、マンションの管理人さんがですね、えー、片付けていただいたんじゃないかなと思っています、まあ。そういうこともありますわ。あのー、選挙ってですね、まあ、そういうなんか、 恨みを買ったりです、ねまあえー、なんか、まあ、思想的に政治心情的に反対の方たちもいらっしゃいますからね過激な行動に移る場合もあるんですねこれはもう民主主義をですね本当に破壊することなのでこれは絶対あってはならないと思っております今回の木村容疑者はですねローンオフェンダーというらしいですね一人のオフェンダー一人の攻撃組織団体に入っていなくて一人でローンオフェンダー う一人で攻撃をするとですね、まあ一人テロですね、単独犯ということであります。まあ単独犯かどうかちょっとまだ現時点ではわかりませんけども、まあそういう方たちをどうやってね、事前にですね、あのー、防御するのかというですね、えー、例えば、えー、SNS なんかで、 社会や国や政治行政に恨み、つらみを持っている、不平不満をずっと書いている、そして社会から孤立している、そういった方たちをこう、なんか事前にリサーチをする、例えば AI なんかでですね。もうそんな社会になったら、ちょっとどうなのよ。それ自体も民主主義の否定ですからね。もうだからまあそういうなんか物騒な、 あのですね、まあ体感治安の悪いですね社会あるいは国家にグローバル化の中で日本もなっていくのかなというですねちょっと残念ですよね、まあ、でも今回のことはですねきちっと当局にですねあのー、まあ背景とか動機づけとかああそういう善意を解明していただいてそれで今後どういう対策を練らなきゃいけないか。 え、政治、行政、あれ政治運動活動においてですね、どういう対策を練らなきゃいけないか。まあこういったものをきちっと議論していかなきゃいけないと思っております。えー、今日はあこれぐらいです。えー、よろしくの、あ、た、チャンネル登録ですね、チャンネル登録をよろしくどうぞお願い申し上げます。ただいま